ていくよ。もう雪の中、今ですね、山の上を走ってます。もう雪降ってきちゃってね、うわめっちゃ本降りだなこれ、うわ吹雪になる、もしかしてまずいぞこれ、チェーンも何もない、うわこれ上がれるかな、最悪だよこれ、スタックしたら、あーまずいなこれは、積もってるところももう出てきちゃってるね、白くなってるところがありますよこれ、これもう白いわ、やばいな、やばい、白い、もう白い、これはちょっとやばいな、うわこれはやばいな、あそこのホテルもう泊まるしかなかったかもしれないな、これはやばい、これはやばいぞ、めっちゃやばい、めっちゃ降ってきた、もちろんね、あれですよ、チェーンもないし、しかも肉でチェーンもないし、しかもトレーラー引いてるからね、肉でトレーラー引いてるからね、やばい、これはやばいぞ、肉でトレーラー引いてるからね、これね、どのぐらいあれかな、30分ぐらい、民家があるところまで、30分ぐらいかかったと思ったな、ホテルまで、大ボケからですね、ホテル、イヤホテルまで、イヤ温泉、ね、ホテル、イヤ温泉まで、すごいね、ここね、急坂の、もうね、山道なんですよ。でところどころね、中央線の引いてある広いね、ところもねあるんですけど、もうね車1台しか通れないようなね、もう狭いところもあるんですよ。そんな中ね、もうねこれ雪、大雪ですよ、大雪やばい、今ね降り始めだったんで、いけるかなと思ってね、来ちゃいましたけど、思った以上にねちょっとねやばい感じがする、もうね白くね積もってるところが あるぐらいです。これはねもうあれだね、雪が速いかね車が速いか、本当にねどっちかですね。もうねこれね本当に急坂なんですよ、急坂をもうねローとねセコンドで登ってる感じですよね。もうねホテルね出た時はあれ雪混じり、雨の中、もしかしてちょっとこれみぞれみたいな感じだったんですよ。いけるかな、まあ大丈夫かなと思ってね、車乗ってねちょっとね動かしだしたらね本降りになっちゃった、雪の本降り、もうねこれ白い、もう白いのが分かる、おわっ、うわ参った、落石があった、乗っかっちゃったわ、うわ落石のね今石パンクしなかったよな、まあでもちょっと痛めたよな、もうこんな急座90度みたいな感じ、うわ乗っかっちゃったわ、今石に落石がね起こってましたね、石が今、乗っかっちゃいました、ちょっと見えなくて、もう雪の白いので、ね、見えない、曇っちゃってねフロントガラスが、
急カーブ過ぎちゃって、もうライトがね行き先を照らしてくれない、行き先をライトが照らしてくれないっていうね、急カーブ過ぎちゃって、やばいわ。あ、やっと Wi-Fi 入ったかな。今音がねピンポンピンポンピンポンとなったから、もしかするとあの Wi-Fi 電波が届くところまで来たのかもしれない。あのホテルのあたりはね、あの Wi-Fi が入んないんですよ、あのバンク Wi-Fi が。あのホテルのねフリー Wi-Fi はね あるんですけど、ホテルのフリー Wi-Fi はあるけれどもバンク Wi-Fi がね入らないので、ちょっとねあのホテルの中でねスマホでねちょっといろいろ確認事をちょっと知ったんですけど、あの道の駅までね、どうしようかなとか思ってね、道の駅駐車場がね、来るときに通りかかったんですけど、思ったよりもなんかね、狭いんですよ、駐車場が。もうね、少ししか止まれないみたいな、え、こんな台数4台ぐらいしか止まれないんじゃないの、もしかしてって思うような、あれ、これパンクしたかな、さっきの乗り上げて。なんか引っ張られてる感じがするな、あの左側に。うわあ、これパンクしてるかもしれない。あの超扁平タイヤなんですよ、フロントが。フロントが超扁平タイヤなので、あのパンクしてるかどうかっていうのは分かりづらいと思うんだけど、なんかね左に引っ張らハンドルが引っ張られる感じがするから、ああやばい、ああこれパンクしてるわ、まいったな。もうどんだけなんだよって話、どんだけなんだよって話だよ。もうフロントタイヤこれパンクしてるな。左にね引っ張られるんですよ。あ、これフロントタイヤいっちゃってるわ。まあ、うわもう最後はまいったな。最後まあね、そんなこと言ってらんないよ。これ雪、まずね、行けるところまで行かないとね、もうパンク道の頃じゃない。パンク道の頃じゃない。もうね、行けるところまで行くしかない。行けるところまで。あのね、ガッツンって乗り上げた時にね、フロントタイヤパンクしたって感じがします。あ、なんかね、ちょっとね、民家が、見えてきた感じがする。あれ民家じゃない。なんか橋だ。若宮橋。若宮橋巻きました。もう雪の中。まだ山の中ですよこれ。ああもう参ったな。パンクが。